はい、こんにちは。こんにちは。まあ、簡単ですけど私の方から紹介しますと、橋本直子さん、テキスタイルデザイナー兼アーティストということで、まあ、活動されてるということですね。はい。デザイナーとアーティストって両方の仕事をされてるっていう方もそんなに多くないとは思うんですけど、申し訳ないですけど自分の口から自己紹介をいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、工芸科の染色を専攻していたんですが、そこを卒業して、インテリアテキスタイルメーカーに勤めて、企画デザイナーとして2年間勤めた後、フリーランスのテキスタイルデザイナーとして約10年ぐらい前に独立しました。2015年の秋からオリジナルのテキスタイルブランドのようなものを立ち上げ、職人さんに染めをお願いして布作りをしております。布の柄を作るときにまず絵を描くところから始めるんですが、そこから派生して最近は絵画のいろいろなギャラリーの方に声をかけていただいて展示会を行うことが年々増えている状況です。じゃあ現在は企業さんからのお仕事が中心、デザイナーとしてはっていうことですよね。であと最近、アーティストとしてドローイングとかの仕事もちょっとやってるっていうふうなところですかね。そうですね、最近はその絵画作品を展示販売する機会もすごい増えてきていまして、そこから派生して絵の方の仕事が入ってきたりということも、ここ最近増えております。例えば手ぬぐい屋さんだったりテキスタイルメーカーから図案の制作依頼をいただいたりですとか、企業さんと一緒に一から商品を作るような依頼を受けたりですとか、オリジナルのそのテキスタイルのブランドの柄を利用して靴下やタオルメーカーさんから商品を作りたいというようなお声掛けをいただいたりですとか、主に柄が派生しての仕事が多いです。柄を考えるときに心がけているのが男女関係なく、年齢も国籍も関係なく使えるものっていうので、あまりその流行りとかに左右されるようなものは意識してないです。で、結構こう柄物に自分が飽きることがすごい多いので、極力飽きが来ない柄を作りたいなっていう風な思いでやっているので、とにかくシンプルで、潔のいいような柄息や、配色も結構彩度が強かったりですとか、割とこうコントラストを意識した色合わせをすることも多いので、そのあたりが特徴かなと思います。ドローイングに関してはまたちょっと柄を考えるときと全く使っている脳が別でして、描きたいなって思うものを素直に描いてるっていう風な状況で、描きたいなと思うものが今のところ動物とか植物とかその有機的な形のものを見ていると描きたいなと思うので、その動物植物をモチーフにすることが多いです。金沢美大の工芸科を目指した理由っていうのをちょっとお聞かせ願いたいんですけれども。現役の時は京都芸大だったり金沢美大の、デザイン科を志望していて、私は2年浪人してるんですけれども、1年目の浪人まではデザイン科を志願してたんですが、その浪人生活を続けるうちに自分は手を動かすことが好きなんだというところに行き着き、それであればデザインよりも工芸の方が向いてるんではないかと、その画塾の先生にアドバイスを受けたりとか、自分でいろいろ調べて金沢美術大学の工芸科を受験しました。工芸をやりたいとふわりという工芸に対する概念だけで入って、何が自分に向いてるのかとかが分からないままだったんですが、
その1年生の間にあった土佐回りという全教科目を一応体験した上で、最終的に染色と金工のその2つですごく迷い、最終的に色を扱いたいっていうところが、まあ、最後強く出てきたので染色を専攻しました。まあコースの授業以外でもいいんですけども、大学時代に思い出に残ってるっていうか、すごいこう記憶に残ってる授業とかっていうのはありますかね。はい、記憶に残っている授業は、デザイン科と工芸科が一緒になって行うアジ課題という授業があって、まあ、アジをひたすら見続けて、まあ、デザインをする考え方を学ぶ授業があったんですが、それがすごく印象深く残っています。例えばそのアジをとにかくデッサンし続けて、でそのデッサンしたアジを元にデフォルメしていくような作業ですとか、例えば比率を少し縦2倍にしてみたらどうなるかなとか、横2倍にしてみたらどうなるかなっていうような、そこから生まれるいびつさをデザインに落とし込むであったりとか、割とその工芸科でただただその手を動かして自分から生み出す作品を作るというのとはまたちょっと違った授業だったので、それはすごく印象深く残っています。はい、ありがとうございます。まあ、今その授業はちょっと違う形になってて、はい、まあ、デザインプロセスっていう授業で、はい、まあ、内容は変わるんですけど、まあ、狙いは同じような形なんですよね、はい、僕が担当してるんですけど、まあ、そういう意味ではそういった授業が今のね仕事に少し結びついてるところもなきにしもあらずっていう感じですか。まあ、金沢美大自体がそんなに大きい大学ではないので、まあ、デザイン科との交流もあったりですとか、なんかそこの授業でも先生にいろいろ質問できるタイミングであったりとか、なんかその時受けた刺激みたいなものは結構社会に出てから必要だったなっていうふうなことが多いです。まあ、大学生活で、まあ、今思うこと、もちろん制作についてでもいいですし、なんか制作以外の行事的なことでもいいですし、なんか大学生活で今思うところがあればお話しいただければなと思うんですけど。ちょっと大学部とはそれるんですが、21世紀美術館が金沢美大から近くて、その21世紀美術館の制作ボランティアのスタッフとして、うん、大学2回の時から1年間ぐらいお手伝いをしたんですが、まあ、その時の経験っていうのがすごく大きかったなっていうふうに思います。でそれはなぜかというと、アーティストさんの作業を目の当たりできるっていうことであったりですとか、美術館という箱の中で一体どういうふうな人たちが働いているのかだとか、金沢美大の中ではなかなか出会えない人と、まあ、21世紀美術館のそのボランティアを通して多学年の人と出会えたりですとか、でそこで出会った人たちとの縁がもう10年以上経ってるんですけど今も続いていて、それはすごくいい出会いだったし、いい経験だったなっていうふうに思います。まあ、大阪で生まれ育っているので、初めは全然金沢の地に全く馴染めず、毎週大阪に帰るということを半年し続けて卒業する頃にはやっぱりこう夜の静けさだったりですとか、物事がちゃんと整理して考えられるような空気感だったりだとか、なんかこう制作をするにはすごく集中できる場所だったなっていうふうに思います。まあ、街に出ても今はちょっと私が学生生活をしていた頃よりかはだいぶこうさらに街らしくなってきてしまってはいると思うんですけど、金沢の街が、ただなんかこう必要な情報を取捨選択できるような環境だったのかなっていうふうに思います。卒業してすぐ大阪に戻ってきて、
あまりにも人の多さと、まあ、いろんな匂いとかいろんな音とかいろんな視覚的な情報が入ってくることがちょっとしんどいなって思っていました。帰ってきてすぐは。そうです。友禅染めの技術を用いて絵画作品のような作品を作ることが多かったです。それも今の仕事とつながってないわけでもないですね。そうですね、やっと今の作品を卒生で出したいなぐらいのレベルにやっとなってきたかなと思うんですがでもまあその時自分の手で染めてたりとか手動かしていたことが今職人さんと話す上でも役立っていたりですとか、なんかこう自分が知らない技法に出会った時でもなんとなくベーシックな、知識を学生時代に学んでいたことがすごく役立っているなと思います。受験生へのメッセージをぜひいただきたいんですけど。はい、まあ、私自身二浪しているのですごい不安な中、自分の望むような結果が出なかったりとかまあ、いろいろな思いを経験してきたんですが、今思うと全てのことがすごい自分の糧になっているなと思うので、まあ、これから楽しい未来のために今頑張ってください。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。